ご飯行こうよさん、ハイライトユンズジュン、テクジニと母親。お助ける、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコールテレビ N、ご飯行こうよさん、ビギンズ、放送画面キャプチャーハイライトのユンズジュンが、ご飯行こうよさん、ビギンズ、以下、ご飯行こうよさん、って、テクジニを守る足長おじさんの役割をしっかり果たした。昨日、30日、韓国で放送されたテレビ N 月日ドラマ、ご飯行こうよさん、の第5話では、イジュー、テクジニ、に気を使うクデヨン、ユンズジュン、の姿が書かれた。この日イジューは、母親が怪我したと聞いて慌てて駆けつけた。そんなジューを見たクデヨンは、彼女を捕まえてタクシーに乗らせた。続いてクデヨンは、母親のことが心配で慌てるイジューの手を握って落ち着かせた。ジューの母親の症状を確認してからは、静かに生活必需品まで用意してあげた。彼は左右違う靴を履いて出てきてしまったジューに、サンダルを渡すセンスを発揮して感動を与えた。昔も今も、ジューに気を使う姿で視聴者の心をときめかせた。特にクデヨンは、ジューの母親の事故が不注意によるものではなく、介護施設の過失だったことまで突き止めた。彼はジューの家族のために、ミネラルウォーターの配達員に偽装して介護施設に潜入し、過失を突き止めた。結局イジューは、クデヨンのおかげで介護施設から謝罪を受けた。介護施設の関係者は、施設の管理と患者の保護に気を使えなかった当院の責任だ。改めて心から謝罪する、とし、治療費の支払いを約束した。さらにクデヨンは、イジューの母親の新しい介護施設も調べた。彼は、彼女の母親を自ら新しい介護施設に移し、ジューに、罪悪感など感じる必要はない。専門機関に頼む方がいいってこと。君も知ってるだろう、と慰めた。それにもかかわらず、ジューは、正直に言うとね、重荷を下ろしたみたいにすっきりしてるよ。私って本当に悪い娘だよね、と苦しみ、クデヨンはそんなジューの後ろ姿を切なそうに見つめていた。一方、放送の後半には、四角関係を予告して視聴者の興味をそそった。クデヨンは、酔っ払ったイソヨン、イジューを抱きしめているとこ、とイジューとソヌソン、ハンウヨンに見られてしまったのだ。